札幌市西区の琴仁駅前交番では、ウォルトの担当者にタスキやキーホルダーなどの反射材が贈られました。夕暮れが早まる時期を迎え、反射材の着用を促すとともに、自転車の交通ルールを守ってもらいたいということです。それは交通安全を第一に思っておりますので、こちらも配達パートナーさんの皆様に集中して交通安全をしっかり守っていただきたいなと思います。コロナ禍のもと、札幌市内でもフードデリバリーが広がっていますが、ウォルトの担当者は反射材の贈呈を受け、交通意識を高めていました。